ワグナーがトップ、14歳のラジオノワが2位という状況になりました。その得点を聞いた後での浅田真央の演技ということになります。浅田真央が紹介されて場内大きな拍手、日の丸も揺れています。佐藤信夫コーチからも最後の言葉に大きくうなずきました。さあ、浅田真央が迎える2度目のオリンピックイヤー、その公式戦の演技が始まります。4年ぶりに出場する開幕戦、そして7年ぶりに選んだショートプログラムのノクターン。オリンピックまではもう4ヶ月を切りました。どんな4ヶ月が待っているのか、いよいよその第一歩が始まります。浅田真央、7年ぶりのノクターン。去年の今頃は飛ばなかった、飛べなかったトリプルアクセルに今シーズンは最初から挑戦してきます。トリプルアクセル決めてきた。場内大きな拍手。コンビネーションも大事です。トリプルフリップの単独ですね。ここは単独にしました。足換えのコンビネーションスピン、回転も一つ一つのポジションもいいですね。ダブルループ、後半のこのジャンプをコンビネーションにしてきました。さあ、そしてショートプログラムのステップ、今年はどんな評価を受けるのか。ステップシークエンスは細やかさと伸びやかさが融合していて非常に見応えがありますよね。途中からこうスピードに乗っていく部分、レバックスピンからビールマンスピン、7年ぶりに見せたこのノクターン、本人笑顔でうなずいて演技を終えました。まさに成長した証を同じ作品で見せてくれました。今シーズン浅田真央はこの笑顔でスタート。非常に落ち着いてましたね。はい、練習でもトリプルアクセル以外のジャンプで失敗するシーンというのはほとんど見られないぐらい安定していますので、トリプルアクセルも非常にいい完成度には仕上がってきているんですね。はい、ですので不安というものもこの初戦には例年ほどは大きくなかったのではないでしょうか。いや、本当に爽やかな笑顔で
最初にも申し上げたんですが、どちらかというとスロースターターで最初ちょっとこう悩みながらという、はい、だんだん調子を上げていくというのがいつものパターンなんですけどね。そうですね、やはりシーズン長いですので、はい、その中をどうピークを作っていくかということを考えると、はい、少し遅めにスタートして最後の方にという戦い方をしていたのですが、オリンピックは2月に行われますので、はい、そこにピークを作っていくためにはこの初戦からいい状態でオリンピックのための構成を試していきたいという気持ちがあったんでしょうね。これ少し両足着氷になってしまったんですけれども、まあ、ただこうやってチャレンジができるということはそれまでに武器が揃っていないとできないことですので、それだけの完成度が練習にあるという証拠ですね。ですから考え方によっては今この状況からオリンピックまでまた順調に登っていったら素晴らしい、まあ、まさに自分の集大成が出来上がるんじゃないでしょうかね。はい、そうですね、すでに今素晴らしい状況にあるように、ね、はい、感じていますけれども、さらに素晴らしく仕上がっていくというのは本当に見ていくのが楽しみになりますね。この後の笑顔は本当に印象的でした。ま、得点を待つまでもなく私たちが待ちに待っていたこの笑顔をオリンピックイヤー最初の公式戦でまず見ることができました。それに対してまず世界がどういう評価を得点として出してくるのか、はい、まあ、それによってまたいろんな調整もこれからしていくんでしょうし ね、 そうですね、もちろんですね、はい、さあその注目の得点見てみましょう。バグナー 69.26、 ラジオノは 67.01、 浅田真央の得点は 73.18、 いきなりすごい得点を出してきました。浅田真央のこの演技に世界が高い評価を出してきました。ショートプログラムも終わってもちろん浅田真央トップ、そしてその後にはライバルアシュリー・ワグナー、14歳のラジオノワと続く予想通りの展開になってきました。いやー、本人もびっくりというような得点が出ましたけれども、それだけまずはこの7年ぶりのノクターンに世界が評価をしたということでしょうね。そうですね、全体的にスピードもありましたし、はい、非常にスケーティングの質なんていう部分でも評価は高くなっているのではないでしょうか、はい、まあ、本人も7年前よりももっといいノクターンをお見せする自信はありますと話していましたが、その通りになりました。どんな声を聞くことができるでしょうか。この後浅田真央選手のインタビューです、それでは浅田真央選手です、得点が出た時にちょっとびっくりしたような表情に見えましたが、素晴らしい演技でした。はい、やはり久しぶりの試合だったので、まあ、初戦グランプリの最初ということでちょっと緊張もあったんですけど、その中でも練習通りと思って落ち着いて滑ることができたと思います。とっても思いのこもった表情で、そして気持ちも入っていた演技に見えたんですが、ご自身どうだったですか。はい、そうですね、この愛の夢、あ、愛の夢だった、ノクターンですね。ノクターンは本当に初恋のテーマに愛あふれる滑りができたらいいなって思ってました。今シーズンの、まあ、初戦、そして、オリンピックシーズンの初戦でもあるんですけれども、気持ちの面ではどんな思いでこうリンクに向かったんですか。やはりオリンピックはもう本当に一歩が始まっていると思うので、まず今シーズンは一つ一つを自分のできることをやろうって落ち着いてやろうって思ってます。今日の演技ですけれども、冒頭のトリプルアクセルも思い切っていきました。はい、落ち着いていけば練習通りできれば大丈夫って思いました。普段おっしゃってる力の入り具合はどうだったんですか、冒頭のアクセルは。まあ、入れすぎず抜きすぎず落ち着くことだなって思います。しかしまだショート終わったばかりではあるんですけれども、まあ、ここまでご自身のその演技の仕上がり具合というのはどんなふうにご覧になってますか。はい、やはり、まあ、この試合の最初ということで少し硬いかな、滑りも硬いかなっていうのはあったんですけど、そんな中でもまとめることができたので、明日はこれを自信に変えてもう少し思い切っていけたらいいなって思います。
その明日も、まあ、かつて伊藤みどりさんが演じた特別なプログラムだと思うんですが、改めてどんな演技をしたいか教えてください。明日は本当に力強い曲で、曲に助けられる部分もたくさんあると思うので、あの曲に乗ってまた良い演技をして終われるようにしたいと思います。明日も日本中が浅田選手の今日みたいな笑顔を待ってます。はい、頑張ります。ありがとうございました。